はいどうもー、モーリーです。今回は明治安田生命 J1 リーグ第30節京都サンガ FC 対湘南ベルマーレ戦のマッチレビューをやっていきたいと思います。さあまずは試合結果はこちら、1対0で湘南ベルマーレの勝利となりました。残留に向けて先にキックオフをしていた横浜 FC が勝利していたこともあり、何としてでも勝利が欲しかった一戦でしっかり結果を出してくれました。今季初のリーグ戦連勝、そして2試合連続のクリーンシートという結果は非常に素晴らしいですね。さあそんな今節も振り返っていきましょう。さあそれではまずは今節の両チームのスターティングメンバーから確認をしていきたいと思います。まずはホームの京都サンガのスターティングメンバーはご覧の通りになっております。フォーメーションは 4-1-2-3、 ゴールキーパー久尊雲選手、フォーバック福田選手、井岡選手、浅田選手、三沢選手、アンカーに金子選手、インサイドハーフに川崎選手、武田選手、そして3トップに豊川選手、山崎選手、原選手という布陣になっております。京都サンガは前節より2名のスタメン変更となりました。センターバックのアピアタビア選手は前節のトス戦で退場してしまい、今節は出場停止となっております。そのため今節は伊予葉選手の起用となりました。中盤ではついに川崎選手の復帰となりましたね。また京都サンガは湘南が古巣である金子選手、三沢選手、山崎選手がスタメン出場で、松田選手はベンチ入りという形になりました。さあ一方アウェーの湘南ベルマーレ、フォーメーションは 3-5-2、 ゴールキーパー富井選手、3センターバック大岩選手、キム・ミンテ選手、大野選手、ウィングバックに岡本選手、杉岡選手、アンカーにバラダ選手、インサイドハーフに池田選手、山田選手、そして2トップに大橋選手、阿部選手という布陣になっております。湘南ベルマーレは前節より2名のスタメン変更となりました。湘南も前節セレッソ大阪戦でイエローカードをもらい、今節累積で出場停止となっている平岡選手の代わりに山田選手が今節はスタメン起用となりましたね。またアンダー22の代表に招集されていた田中選手に関しては今節はベンチスタートとなり、バラダ選手がスタメン起用となりました。さあそれでは今節の試合内容の振り返りです。今節の振り返りとしては、集中したラインコントロールと中盤での強度というところで、今節は特に守備対応がしっかり狙いを持てていたことと、90分対応できていたかと思います。まずは守備面、ポイントの一つ目としてはラインコントロールです。マッチプレビューでも話しましたが、やはり京都はロングボールで裏を狙ってくるプレーを意識して入っていましたが、キム・ミンテ選手を中心にこまめなラインコントロールでロングボールを自陣深くにやらせない部分や、中盤とのライン間をコンパクトにすることでセカンドボールの回収をしやすくすることがしっかりできていたかと思います。そして守備面2つ目のポイントとしては左サイドへの追い込みです。ここの対応が非常に素晴らしかったですね。京都が後方からビルドアップをする際に湘南の左に追い込むようにコースをうまく切っていました。やはりプレビューでも挙げたところの原選手と岡本選手のマッチアップを減らし、左サイドの杉岡選手の部分に放り込ませてボールを回収する流れをうまく作れていたのではないでしょうか。その杉岡選手の個人スタッツはこちら、地上戦デュエル8分の5、空中戦デュエル11分の9と一番デュエル数が多く、よく戦えていたしマイボールにできていたのではないでしょうか。3センターバックの跳ね返す力も素晴らしいですし、今後もコンパクトなハイラインで守備を安定させてほしいですね。素晴らしい対応でした。続いて攻撃面です。こちらもマッチプレビューで話した通り、ボール非保持の展開をうまく作ることができていました。
まずはボール支配率では湘南が 43%、 京都が 57% とうまく京都にボールを持たせていたのではないでしょうか。まずは良い守備から入り、中盤でボール回収する場面が多く、できる限りショートカウンター完結を意識した攻撃ができていましたね。ボールを持つ時間が多く、奪われてからカウンターされる場面は少なかったかと思います。また左サイドでボールを回収して右サイドの深い位置を取っていくプレーが多かったですね。得点シーンの PK ダッシュまでの流れも良かったと思います。湘南の左サイドでロングボールを回収し、狭い局面でしたが一度センターバックのキム・ミンテ選手に戻すと、そこから池田選手への長い距離を鋭いグランダーのパスで刺し、そこから大外の岡本選手を使いました。そして岡本選手の良さはゴールへ向かうプレーができること。ボックス内へ侵入し切り込んだところをミサオ選手に倒され PK ダッシュ、素晴らしい働きをしてくれました。これで獲得した PK を大橋選手がしっかりと真ん中に蹴り込み決勝ゴール。大橋選手はついにリーグ戦10得点目と2桁得点を達成しました。得点までの一連の流れが素晴らしかったですね。また得点は1点のみだったものの、この試合でも大橋選手は圧倒的でした。まずは PK での得点、そしてボックス内へ切り込んでのシュートも惜しかったですし、後半終了間際にはオフサイドで取り消しになってしまいましたが、相手を抑え込んでドリブルで運んでの左足での強烈なシュートでネットを揺らしたシーンもありました。ここ数試合は本当に得点力が高いですし、得点の部分だけではなく難しいボールも収めてくれますし、簡単にはボールを奪われない強さも持っていますね。また最近の試合では相手を剥がして自らボールを運んでいくプレーも増えていますし、本当にオールラウンダーな選手になってきたと思います。今節は足をつってしまう場面もありましたが、怪我なく残り4試合戦っていってほしいですね。ということで試合結果は1対0で湘南ベルマーレの勝利。リーグ戦連勝と2試合連続のクリーンシートと素晴らしい結果となりました。ハイラインコンパクトな守備とインテンシティの高さで相手を上回り、しっかりショートカウンターを仕掛けていけたことが勝利につながりました。自分たちの戦い方を90分通して出せた良い試合だったのではないでしょうか。さあそして最後に今節を終えての順位表も確認していきましょう。ご覧の通りになっております。今節勝利して勝ち点3を獲得しましたが、最下位横浜 FC も今節 FC 東京に勝利したことで順位は変わらず、勝ち点差も1のままとなりました。しかし16位の柏レイソルは今節敗戦しており、湘南との勝ち点差は2、横浜 FC との勝ち点差は3と残留争いが分からなくなってきましたね。また湘南はこれで直近5試合で3勝1分け1敗と調子をかなり上げてきました。さあそんな中で次節ですが、10月28日土曜日、ホームでヴィッセル神戸との一戦です。ここに来て首位神戸との対戦、神戸は優勝するためにも足踏みはできない大事な一戦で、難しい試合になるかと思います。前回対戦時もスーパーなフリーキックを沈められ、その後も終始ボールをうまく握られ、終盤に追加点を奪われ0対2で敗戦をしております。首位相手ですが、現在うまくいっている自分たちの戦い方をしっかり見せて継続していくことで勝ち点を積み上げることができるのではないでしょうか。この良い流れを次節につなげていきましょう。ということで今回は明治安田生命 J1 リーグ第30節京都サンガ FC 対湘南ベルマーレ戦のマッチレビューをやっていきました。それではご視聴ありがとうございました。
この動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。